菓子メーカーのシャトレーゼは7日、同社サイトを通じて、異物、カメムシ混入関連報道についてとする書面を掲載した。一部マスコミで、揚げ餅焼きトウモロコシ、小袋にカメムシが混入されていたなどと報道。これを受け、心配をかけたとし、ここに改めまして、お詫びを申し上げますとともに、経緯のご報告をさせていただきますと記した。